画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。さあ、手参りました。私の京也都市ベルクラ企画京也都市、まあゲスプレイ、最低な部分、人間の最低な部分、いや人間の最低な部分というより、まあ私の最低な部分を出しながら、この危機的状況をね、乗り切れるかのか乗り切れないのか分かりませんけども、まあ全力を尽くしていくと。そして、ちょっと、おい、一番の目的はユキちゃんか。柴田さん、本当にこいつにそんな能力があるんですかね。ハンバーグ、おい、もうハンバーグというか何なんだろう、あれ、ハラミ、すぐにわかる、上ハラミ、見ていろ的な。ここはどこなんだ、僕らはどうするつもりだ。いや、ちょっとそれよりもね、僕らをどうするつもりだ。ストッキングがえらいことになってましたよ。安心しろ、もう命を取るつもりはない、なんかいたよね、その代わり、この我々の会社、ね、WP コンサルティングに協力してもらう。さまざまな兵器に関する情報を売る会社だ。兵器、はい、ここはその本社オフィスさ。アウトレージ2にいたよね、このメガネの人。来たぞ、映画ね、本当に来やがった。もう終わり、もう終わり、解散、解散、無理無理無理、勝てない、勝てない、間違いない、こいつが異変の元凶だ。こいつが呼び寄せているんだ。いやこいつがいればすげえ兵器になります。研究チームに呼び寄せるだけで、移動の準備だ。コントロールできないよ、ゴジラ様をね。やばいよ、ここ一体全部吹き飛ぶよ。だって新ゴジラ見ました、皆さん、おかしいでしょ、あの威力やばいよ。一瞬で飛べるよ、本当に。近くにいるだけでちょっと放射能線されますからね。どういうこと、起きれた。あ、死んだかと思った、私。ゆきちゃん、話すんだよね。早く逃げないと、あの巨大な生物。ゆきさんに弱音吐いてみようかな。諦めないで、きっと何か脱出できる方法があるはずよ。そうね、まあまああるよね、絶対。おそらくなんかハサミ的な何か、カッター的な何かが。やご。いや、呼び寄せてるとはいえ、もうこれ何の余計なんすかね。ユキさんに意見聞いてみましょう。ロープを切る方法を探さないと、なんかこれを聞いてからじゃないとダメなんでしょう。ここが空きそうですわ、これ。ほら、強い衝撃を。じゃあちょっと蹴ってみましょう、ユキちゃんのためなら。いや、こら、はい、来い、来た。これユキちゃんのストッキング、よかったね。ちょっと破れてるとね、なおさらっていう部分が多いっていうね。誰も止めてくれないんだよ、もう。私永遠と暴走したトークを繰り広げることになるんだよ、ね。いや、もうあれじゃない、ガラス破片でわあ。あいつ来ちゃった、あいつ来ちゃった、これやべえ。 メカゴジラ来ちゃった、これ。来ちゃいかんやつ来ちゃった、これ。資格も何も出なかったですけどね。という夢を見たんだ。っていうか、夢であってほしい、もう、むしろ。もう、こんなんやばいやん。普通耐えれんで。しかし、さっきなんで死んだん？ところで。おかしくないか。どうやって死んだんや、今の。ふっていう、この、
これさえもなく即死ですよ。それは当たり前よ。メカゴジラとゴジラが戦ってたら即死するわ。ってこう腹筋だけで避けれる代物じゃないですからね。めっちゃペン落ちてるね。いやーこの辺にないね。意外と長い。え、文房具。あ、そう、そこにあるのはきっとハサミかかった。机しゃべってみましょう。引き出しを開けれないと。え、絶対ハサミかかったでしょ。対象変えて。お、中身を調べてみましょう。チャフフト。お金が入っているんだ。せっかくなので回っていく。チャフフト22万も入ってた。誰の給料なんだこれは。悲しいんじゃないか。ペットボトル調べてみる。はい、もらっていきましょう。まあね。おお、なんかうまそうな水来たな。災害避難は本当必要ですから、アサリをもらっていきます。いいですね。なんかね、 VR も同じそのグランゼーラの開発で絶対絶滅っていうのがあるんだけども、まあそれのなんていうかこうスピンオフ的なことがこの共栄都市だと思うんだけど、VR 版の絶対絶命都市が来るらしい、発売が楽しみだね。ちょっとさっき机調べられなかったやつ調べてみましょうか。あ、鍵だった、よかった。なんか本とかがもう読めなくなってしまったのかと思いましたね。通気口をくぐってその先にもしかしたら暗証番号があるかもしれませんよね。ちょっと見てみましょう。なんかあるか。あー、このアイテムだけなのかな。いや、わかんないぞ。まだあるかもしれないよ、こういうところに。はい、書類だと。アイテム開けてみましょう。印刷された、書類を調べます。あー、エージェントリスト、はい、これちょっと下の人たちもあるのね。6421です。来ました、6421です。これが一番重要ですから、ね、で金庫があるって言ってたんだけど、はい、ちょっと開けてみます。金庫に6421を打ち込んでみましょうか。もしくは向こうの方か。あ、こっちが鍵か。はい、臨時活動費。いや、丸ごといきますよ、もちろん。あいつらの金なんかもうテロに流れるかもしれないから。6421、やったな、やってやったな、また盗んでやったわ、また怒るぞあいつら、プンプン丸になるぞ。さあ、開けてみましょう。番号を入力しています。6421、いけました。ん、開きました。小さな革製の箱。何これ。バナナ。あのね、こんなところにバナナを、こんなところにバナナ置いとく?普通。どういうこと?なんであんの?こんなところに大切そうにバナナあんの?絶対おかしいやろ。メカゴジラうなだれてるやん。走行してるし。あ、ゆきさん、あ、そうそうそう、バナナはどうでもいいんだ。ゆきさん、じゃあゆきさんが。そやゆきさんが。はいはい、ゆきちゃん。いや、いやらしい。ノームが溶けたんだね。そうなんです。よかった。はい。あの人た
ち、また戻ってくるかも。早くここから逃げないと。まあそうだね、ロープをほどく。ここぞとばかりに身動きが取れない雪を卑猥な視線で観察する。報酬を要求する。やばいなこれ。うわー、どっちにしようこれ。どっちにしようって、これにしろよっていう話だけど、私最低な人間なので、まずは観察させていただきます。あ、はい、何してるの。これはもっと別の服を着せておけばよかったか。いや、ありかもしれない。っていうか、ロープの厚みやばい。なんだこれは。うん、はい、そこからの、いいですね。今カシャ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 やってるんで、今カシャ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 、ゆきちゃんのね体を取っております。え、終わり。あ、終わっちゃった。ゆきさん、どうでしたか。ねえ、さっき何見てたの。ゆきちゃんちょっと鈍感すぎてびっくりするね。行こうか。その辺は、おい、こっちにもワープしてんのか。その辺はもう別に、なんていうか、触れないでおきます。で、どこを触れ見てたのかってさ、野暮な話ですよ、そんな説明するの。ん、あ、来たよ。お前ら、どうやって出てきやがった。おい、ジョーカルビー、僕が引き止めるから先に逃げて、助かるかどうか五分五分だが、ユキさんに走るぞ。突き出す。まあまあ、どうしようかな、最低の人間なんでね。突き出してどうなるのこれ。まあ、自分が犠牲になることはないので、ゴブゴブ走ってるぞ、ついてきて。俺たちが用のあるのはお前だ。その女はどうでもいい。どうでもいいの。突き出しとけよかったかな。メカゴジラが充電完了したみたい。また始まっちゃうの。逃がすか。ゆきちゃん早いのか。ちくさ。おー、危なかったよこれ。危なかった。ダメだ。この小走りを。はいはい。へー。よし。もうようわからん、ようわからん、ようわからん。 6秒って、ね、カウントされてたんこれ。あ、ジョーカルビ落ちたなこれ。ジョーカルビ下に落ちたかな。うん、 OK。 じゃあなメガゴジラ。かわいいな。いや、分断され、漫画みたいな分断のされ方だなこれ。あー、終わった。いやー、びっくりしましたわ。もうなんかゴジラ、次々巨大生物出てくるけど楽しみだね。次の何ができ出てくるのか。バナナの皮で滑る。ちょっと待って、これ、え、何かこう滑らせるアイテムなのこれ。バナナの皮は滑るものと思い込まされていると。いやいや、結構滑るよあれ。実際廊下とかであると、新しいアイテム、巨兵とし眼鏡、ありがとう。こういうね、色物は大好きです。え、ハンバーグの遺品っていうか、ジョーカルビの遺品手に入っちゃいます。ありがとうございます。ガゼン使わせていただきます。さあ、そんなわけでね、続きやっていきたいと思います。もう一気にね、もうほんと時間的にはね、30分40分切るぐらいの感じでね、動画にしていけたらなと思ってるんでね。うん、まあでもだいぶ佳境に差し掛かってきたんじゃないでしょうか。うん、いやー、このね、虚栄都市が終わった後はね、ちょっと別のねゲームやろうかなと思ってますね。全然関係ないっちゃないんですけども、 VR
いや、さっき VR の話をしたと思うんですけどね、絶対絶命都市 VR で、それが出るまでにね、なんかこう VR の何か実況できたらなと思っておりますよ。三式気流の暴走によって、オフィスがあったビルは崩壊、WP は壊滅した。あ、壊滅したのこれ。もうこれで、あ、そう、あの柴田や武藤から追われることもないだろう。そうだね。いやいや、柴田はちょっと生きてんじゃない武藤がね、まあ、遺品のあのジオカルビ手に入れたからあれだけど、これからどうしよう。大塚さんが言っていた水なしには行かなくてもいいし。うん。お？なんだなんだ。大塚さんから。来た。あれからまたでかいやつが出てきた。あそこに怪しいやついるぞ。今頃水なしに向かっていると思うが、一つ頼みがある。何でしょうか。水なしの近くに花にら町という場所がある。花にら、難しいなこの名前。俺の昔馴染みの編集長がいるんだが、はいはいはい、足を怪我して逃げられず困っているらしい。後でついでに金品を要求しますよ。助けてやってほしい。編集長は海老根出版のビルの第二編集部に、その出版社から単行本を出版していただきますよ、代償として。ここちょうど花にら町だ。そんな偶然ありますか。ちょうど近くにいることだし助けに行こう。助けに行って編集長に大塚さんの過去を聞いてみよう。仕方がない、助けに行こう。編集長か。まあね、大抵ね、ご爺なんだろうな。大抵色もんですからね、編集長は。助けに行こう。余計な一言にゆきちゃん同様。大塚さんへ。はい。WP のビルが崩壊し、彼らの組織は壊滅したようです。いや、壊滅させました私がね。そのため、水なしに行く理由もなくなったのですが、今ちょうど花にら町にいるので、編集長を。あいつなんであそこからずっとあんなさ、一塁から二塁に行きそうな感じになってるの。どこにあるのかな。海老根出版か。あいつに聞いてみるが、その前に私髪型を変えたいと。髪型は あそこでしか変えれないんだよね。ただあの髪型にした日にはですね、まあ帽子を変えなければならないのでね、その辺。お、これ何これ。あ、これセーブできないんだ。帽子を変えなければいけないので、その辺をねちょっと変えていきたいと思いますんで。ナマズヒ、ちょっと豚鼻をやめて、あ、グランゼーラメガネ。おかしいやろ。学生服着ちゃおうか。いや、いいやん。これいいやん。かっこいい。かっこよくない？そうでもない。海老根出版の建物どこかな？聞いてみまーす。こんばんは。はい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 。ん？そうだ君、よかったら僕の店を買って、レストランテミヤと。はあ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 、中国でたのに、あのね10億でって。おい、うちはサボテン、あ、これすごい昔に、ちょっとだね、5億ね。5億ね。あのずん、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか、おろせない？どっかで。なんか、銀行ないの？右もしくは左を見れば、出版って看板が、ああ、そういうことね。いや、すごくわかりやすい。ないかな？気におかしくなってた、ここ。あの、銀行があれば、うわー、また、またなの？これ。やってるわ。あれ？手前誰？最近のウルトラマンの敵？めっちゃ強そうやん。ああ、死んだか。待って、これ、もしかして、こういうところで、ほら、こういうことでしょ。わかった、わかった、わかった。だから、車から車に移動していくということですよね。で、あそこですよ。こ
これでしょ。危ない、大丈夫ゆきちゃん。大丈夫じゃなさそうね。これな、全部回収してる。ふっと。で、一個ずつ。痛い。一個ずつやっていきますから。あそこの壁まで行きましょう。ちょっと待って、ここやばいよ。危ねえ。いや、ここも通れないぞ。あ、わかった。こちら側だわ。オッケーオッケー、入っていくぜ。エビで失敗あったやん、もう。いやー、あれ、ゴークで変えたんだけどね、ゴークあれば。さっきにしよう、これ。あー、おののいているエビで失敗の編集者。ちょっと聞いてみましょう。ウヒヒヒ、でももうちょっとイカれ始めてないか。ウヒヒヒヒってなってる。ちょっとイカれてるね。あー、ここ無理ですね。ここは、あ、階段を使うか。第6階。あー、屋上に出てそう。え、ちょっと待って。いけないのか、これ。じゃあ6階に行きましょう。さあ、どうでしょう。編集長いるのかな？どんな人なんだろうね、編集長は。楽しみだね。本書類か。出版社、お、編集者がいるぞ。編集長。どうした？ああ、編集長には記事の撮影に行っちゃったんだ。うん、編集長を探してきてくれないかと。あぶね、もうこの辺やばい地震が。編集長どこ行ったんやこれ。屋上なんじゃないもん。多分屋上にね。空気吸いに行ってんじゃないかなと思う。おそらくね。お、なんかいる、なんかいる。やば。おっと、いいボディブロ。あらあらあら。いや、ちょっと待って。脱げた。編集長ですか。編集長ですか、あなた。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。女編集長。いい写真が撮れたわ。ビルに激突する巨人のドアップ。いい気持ちを持ってんな、おい。あなたたちは、あれかな、はい、大塚くんが呼んでくれた助っ人。え、美人編集長なんですか。嘘。そうです。あなたが大塚さんの昔馴染みの編集長ですか。そ、ちょっと待ってて。そうなの、これ。とんでもない、あれだね。巨大な影の機材に走り回っていたんだけど、うん、足を怪我しちゃって。うん、異変の混乱で編集部員の大半が連絡つかなくてね。まあそうだろうね。避難するのに助けが欲しかったのよ。はい。でもまさか編集部の目の前に巨大な影が来るなんてね。せっかくだからここで写真を撮ってアップしてたのよ。本当、ジャーナリスト魂ってこういうことなんだね。あれ、うん、ああ、ダメだわ、記事がアップできない、うん、奴らが町を破壊しているせいで通信ができなくなったみたいね。そうだろうね、おそらくね。ああ、ありがとう、はい、潮時ね。私の彼女のゆきちゃんです。荷物をまとめるから編集部に来て。ダイバーシック、あれ大丈夫、あれ連れてける、抱っこしないと無理なんじゃないのあれ。お、アイテムアイテム、これ取っとかんだね。いや、服脱げちゃったわ。こういうところにもある？ないね。いや、一応ね、調べとこう。話しとこう。OK、戻ったんだね。じゃあ戻りましょうか。うん。さあ、この編集中連れて、大塚さんのとこ行って、お土産をいただいていきましょう。え、ちょっともう、地味に地味にこれ攻撃食らうけど。編集長どこ行ったのよ。いた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 。どうしました？ごめん。待たせて悪いわね、うん、何か大事なものを忘れてないかなと思って。携帯、鍵、財布、この三種の神器は、ね、必ず必要ですよ、うん、はい、あ、これこれ、どれどれ。16年前の私が初めて関わった週刊協栄、うん、同期の大塚くんが書いた戦場ルポも載ってるのよ。 あの人ちゃんと仕事してたんだ。戦場記者だったんですかと、うん、大塚さんって戦場記者だったんですか。
顔。あ、ごめん、大塚くんから昔のことは口止めされてるんだったわ。これ以上は彼に直接聞いて。はい。まあ、興味ないさんの人にね。大塚くんも最近はだいぶ真面目に頑張ってるみたいね。うん。若手の台頭に刺激されてるんじゃないかな。あなたたち今売り出し中の、ほら、何リサだっけ？何リサ？柏木リサ、多分ね、柏木リサなんじゃないかな。柏木リサ。柏木リサですか？そうそう、その柏木リサ。いや、そこちょっと突っ込んでほしいな、あの編集長も。彼女は学生時代からフリーで活躍しててね。うん、大塚くんと一緒に仕事をしたいと言って一時期同じチームだったの。うん。でも大塚くんが自分勝手なことばっかりするから、うん、リサが愛想尽かしてチームは解散しちゃったんだけどね。もっとやっぱり2人は、あの時の大塚くんはひどかったな。まあ私も同じ穴のハイエナだから。同じ穴のハイエナって、あ、おい編集長、え、それわざと？その後柏木リサはどんどん名を上げていって、うん、大塚くんは差を開けられてるってわけ、うん、なるほどね。まあリサさんはもうみんな藤子みたいな位置まで来てるからね。え、もうのんびり話してる。荷物はもういい。倒壊したビルでのんびり話してるから。煙に気をつけてね。いや、ノーパスは持ってった方がいいんじゃないの？ちょっと待って、これやばいや。あー、煙、実は炎って上へと上がってるの、行くんですよ。で、なので、なるべくかがんだ方が煙とかも吸わないんですよね。うん。まあ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 、そうなるかなって私も思ってました、実際のとこ。本当は私トイレに行って髪型変えたいんだけど。ん？え、これどうすんの？まあ、シャッター開けれるのかな、これ。シャッターの鍵持ってんだ。さすが編集長、何でも持ってるな。何でも持ってらっしゃる。お、誰からの電話だ。ここは電波があるのね。うん、私もちょっと連絡するわ。わかりました。もしもし。はい、もしもし、ベルクラです。あなた無事なの？今どこにいるの？リサちゃん、リサちゃんですわ。WP が壊滅したこと、うん、大塚さんの頼みで編集長を助けに来たことを話した。そうなんです。そう、編集長、私のことを何か言ってた？昔、気にしてますね。大塚さんとリサさんが一緒に仕事をして、はい、喧嘩別れした話は聞かせてもらいました。それ言わなくてよかったんじゃないかな。それならいいのよ。え？じゃあこの先も気をつけてね。もっとなんかすごい情報があるの、これ。リサさんに関して。うん。じゃあそこのコンビニで。うん。編集部員の向島くんが近くのコンビニに逃げ込んでいるらしいわ。はいはい、そこに行って彼と合流しましょう。わかりました。外の奴らは、うん、少し遠くへ行ったようね。行くなら今ね。行きましょうか。じゃあ目的のコンビニは通りを西に進んだところにあるわ。急ぎましょう。通りを西に進んだところ。オッケーオッケー。なんかやたらコンビニは倒壊しないよね。コンビニ最強だよね。なんか行きましょうか。外に出ましょう。そして西に向かいます。やってるね。はい、危なかったね。きなこじじいみたいに私もくっついてるけど。頼みますよ編集長。おウルトラマン太郎。太郎は強いよ。なめたらあかんねよ。危ねえ、太郎のケツ、太郎の股間、危ない危ない危ない。太郎。うわ、ここまずい、ここまずい。あそ、え、ゆきちゃん。あそこ、ゆきちゃんそこなの。オッケー、さすがゆきちゃんやな。要領いいね。右足だけ速いよね、ゆきちゃん。散々な言われようですけど。あー、こっから入っていくの。じゃあ中に入りましょう。これさ、編集長背負ったままじゃ無理だよね。どうなんの編集長は。
後ろから来てくれる。できたら私一番後ろから行きたかったところなんだけども。はい。お、アイテム持ってる。拾っていきましょう。下水道に来るとなんかちょっとバイオハザード。おい、まだ怖い、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 怖い。いや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 、ちょっと待って。埋まってる、埋まってる。あぶねえ。よ。危ねえ、おい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 、もうどうどんだけ暴れねえんだ。調べてみる。下水道が崩れて先に進めない。よく調べてみる。役に立ちそうはない。え、大丈夫これ。あ、こっちからだ。ああ、はいはいはい。どうせまた来るぞこれ。下水道ってほんと行ったら怖いっすよ。こんなとこ多分臭いし怖いし汚いしですよ。あ、ウルトラマン。うわ、もう子供の頃私ウルトラマン好きでしたけどね。でも怪獣も好きだったんでめっちゃ応援してましたね、怪獣のことも。うん。お、コンビニにやってきました。いらっしゃいませ。まずトイレお借りしてもよろしいでしょうか。あいつか、向島くん。無言、あの人。向島くん、ちょっと待っててね。ちょっと私はおトイレの方に行って。アイテムあるやん、しかも。ちょっと、編集長と一緒におしっこしようかな、なんて思ってますけども。そんなことあるわい。ちょっと、髪の毛変えます。やっと来ましたよ、髪型変える時が。来ました、これ。これにして、さらに帽子はもういらないかななんてことですね。いや、防御力が上がると言ったって、それはね、どうでもいい。メガネはね、メガネこれもいいけど、もうよく訳がわからんくなるから、虚栄都市のメガネ。これでいきましょうか。学生服も吹っ飛んでしまったからね。新しく、なんかやっぱ服にした方がいいよね。これにしましょうか。もうボロボロですけども。もう花もいらないかな。はい、できました。完全に悪いやつ。完全に悪い感じ。うっさんくさいやつ出来上がりました。どうすりゃいいんだ。逃げ込んでまいりました。どうしたの？向島くん。編集長、すみません、先に逃げてしまって。はい、こんな状況だから仕方ないわ。新人編集長って感じの顔しますね。でも無事でよかった。優しい。はい。花にら町の方で巨人が出たようだな。編集長は無事か。無事です。無事です。今近くのコンビニに避難しています。みんな白服だ。よかった。そうだ。さっきのお前からのメールに、WP が壊滅したと書いてあったが。やつら壊滅なんてしてないぞ。え、してない。ついさっき武藤ってやつと出くわしたところ。マジか。まだお前を捕まえるつもりだぞ。まだ生きてた武藤のやつね。今度だったらギタギタにしてやるとすごい。武藤のやつね、今度だったらギタギタにしてやる。ちょっとゆきちゃんが引いてるね。早く三つなしの山吹ビルにいる男に会いに行くんだ。WP がまだ追ってくるなんて。大丈夫大丈夫。三つなしの山吹ビルに行かないと。見て今の私の。ここまでありがとう。強そうな姿。あとは私たちで何とかするわ。うん。水なしならここから相当くないわ。このコンビニを出て交差点を南に曲がった先よ。まあ、ありがとう編集長。足は大丈夫なんですか。お礼に何かいただけませんか。はい、僕が編集長を助けていきます。気をつけて。頼りないな。またどこかで会いましょう。うん。何がお礼いただけたらありがたいな。ねえ向島くん。まあ任せてくれと。腰が完全抜けてますけどね。交差点を右に曲がったとこね。これ何もないんだね。いらっしゃいませ。じゃあ行きましょうか。うん。学
結構マッチョだな。ちょっと待ってこれ。うわ！おお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 、私倒れてた。おお、なんだこれ、かっこいい。最近のウルトラマンこんな感じ？おお。ちょ、ウルトラマン見てみようかな、これ。最近のやつ。大丈夫かみたいな感じになってますよ、ね。逃げましょう、逃げましょう。あ、いた。死ぬ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 。あー、オッケー。大丈夫か、大丈夫か。もう、あんた、運動転してる紳士か。でも、紳士でも死ぬときは死ぬのよね。背中助けられんぞ、っていうときは。やばいな、これ。どうなってるの？トン、トン、トン。はいはいはい。トン、トン、トン。大丈夫？あなた。結局命が惜しくてここまで来てしまったと。練習者か。ちょっと待って。僕のことは放っておいてくれ。このままここで眠るとするよ。ちょっと応援してみましょうか。一度諦めてるし、無駄に散らすくらいなら最後まで上がってくる。そう、小説家目指そうよ。なんだか吹っ切れた。こんなところで、ちょっと悩まないでほしい。あんなところで悩まつられて、ちょっとなんか、心理カウンセラー的なことを行うことになると思いませんでしたよ。悩み事はよく聞いてますけど、私も。あ、何これ。最近のってこんな感じなの？おー、めっちゃ気になる。その後どうなったのかめっちゃ気になるんだけど。そんなわけでね、うん、無事クリア。新しいアイテムいいね、いいね、あのそういうのいいね。うん、スキンヘッドいいや。髪がなくなっていくっていいや。いや、よくないよくない。セーブしましょう。ステージ14突破したということで、次ステージ15になると思います。皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。